ご覧いただきありがとうございます。今回はこちらのロフト部分から、ご紹介させていただきますマイモアの、ご案内ですね。見てください、この広いロフトスペース。奥がですね、壁一面こう収納になってるんですね。で、結構この、ベッドのようにね、使っていただくことも十分に可能だと思います。手を伸ばしても届かないですね。よいしょ。でコンセントとかもありますので、携帯とか充電もしながら過ごすこともできます。で下が、フローリングのね、洋室になっておりまして、よいしょ、ね、やっぱりロフト付きになりますと天井が高くありまして、ちょっとおしゃれな感じがしますね。この一人暮らしっていうおしゃれな感じが。で窓もこの出窓になってますので、例えばぬいぐるみ置いたり、カーテンもおしゃれなカーテンにしていただいたら、すごくいい感じで使っていただけるかなと。でこちらの、このね、はしごの奥が洗濯機置き場になっておりますので、室内で洗濯ができると。バルコニーでね、洗濯するとか、ちょっと冬場寒かったり、コインランドリーだとね、ちょっとこう出入りがあったりとしますので。でミニキッチンに、冷蔵庫がありますね。でここには電気コンロを、ね、置くことができます。で奥が、玄関のスペースになっておりまして、シューズボックスもありますね。で、ここがユニットバスになってます。綺麗なね、ユニットバスですね。上にね、真ん中でカーテンで仕切っていただけますので、こうトイレとお風呂を分けて使っていただくことができると。こちら富尾駅がすぐ近くの物件ですので、学生さんとかにぜひおすすめの物件となっております。また詳細は弊社のホームページでご覧ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸マスクで皆様のご来店をお待ちしております。